さあ、レッツゴキューピーやってまいりました。ということで今回のお題なんですけれども、今回のお題は何だと思いますか？今そこにある、そうポツンとございます、はい、はい、こちらでございます。はい、はい、話題の尽きない、ピンさんのですね、ドライバーでございます。前作っていう言い方していいのかな、ちょっと違うのかもしれないですけど、 G410 ってモデルが先に出まして、その後に G425 っていうモデルが出ました。で G410 の時には、このプラスっていうモデルが、まあ、一番なんていうかな、トラディショナルなモデルになっていて、そこに SFT、捕まりがいいモデルですね、それと LST、スピンが抑えられたモデルの3機種になってました。で今回ですね、この G425 出まして、この G425 はまた3機種、この MAX というモデルと、LST ロースピンバージョンですね、それと SFT つかみがいいバージョンの3つが出ております。このモデルが出る前に G400 っていうのが出てました。 G400 も、ノーマルの G400、LST、SFT が出た後に MAX という、まあ、4機種最終的にはねだったわけなんですけども、その4機種になったんですが、この MAX 410で出なかったんですね。じゃあ410の MAX また時期ずらして出るのかと思ったら、 G425 っていうモデルに生まれ変わりまして、そちらの方で MAX が出たということです。この実は G425 あんまりこう G410 よりも評判がよろしくないんですね。芳しくないんですよ。で、まあ、結構実はその理由を尋ねられたりすることも実はあったんで、ちょっと今回検証しようかなと思ってました。まあ、もちろん G410 の方は MAX ではないので、まあ、比較の仕様ってなかなか難しいんですが、まあ、一番、まあ、410の中で MAX に近いであろう、プラスと G400 の時ですね、非常に売れた G425MAX の方をちょっと打ち比べしてですね、どんな玉筋の違いが出るのか、その辺を今日は深掘りしていきたいと思います。それでは下にレッツゴー。見たことあるんですか？あるよ。両方とも。うん、ある。あるよ。で、シャフトもね、純正の、まあ、ツアーですね。ツアーの60の S です。で、まあ、一般のゴルファーの方が、ピンの G シリーズ買うってなると、大体ヘッドスピード、まあ、40から45ぐらいの方が多いんじゃないかなと思うので、ヘッドスピードそのぐらいで、打って2つの両者を比較したいと思います。それでは、最初は、G410 からいきたいと思います。ガチで一発だよ。本当にちょっとこれ、ちょっと腰がちょっとあれしちゃうかもしれない。あれがミッションミングアップしたんですよ。え？してないですね。してない。どうしたの？今日。どうなの？バイです。バイです。あ、その状態で打ったとしても比較になりません。いやいや、待って。そのことね、ちょうどいいんだよ。で、じゃあヘッドスピード普通に振ると47、8ぐらいだからヘッドスピードね。今回らない状態で打つと多分40から45ぐらい、42、3かな。え？と変わんないってことですか？え？どういうこと？いや、それはそうです、ね、じゃあ410からいきますよ。ああ、まあごめんなさいね、なんかちょっとヘッドスピード出ちゃってごめんなさいね。ヘッドスピード45 はい、出る。なんていうんですかね、あの僕の中ではあの G410 っていうドライバーって、なんかその前に400の時のような完成モーメントってあんま感じなくて、割とそのまあ、あの動かしやすくて操作性もある程度維持されたままうまくできてるなっていう印象ですよね。なんかでも完成モーメントはやっぱ高いので、まあ他のクラブからするとブレないんですが、なんかそうだな、ピンっぽくない感じですかね、プラスというね。いやー、あのね、そうだよね、こういうことなんだよね。俺本当、いや今回この結果ではそう、あ、非常にいい比較じゃないですかね。ヘッドスピードも同じじゃないですか。そう、同じぐらいでしょで、ただね、ボールスピードは、ビリッジ全く同じじゃない、ごめんなさい、45.3。ボールスピードがちょっとやっぱり MAX のが出ないんですよ。
で、これ何かっていうと、もともと MAX って、何が MAX ってやっぱりもうあの完成モーメントなんだよね。で、完成モーメントやっぱ大きくしようとすると、まあ当然ブレなくなって、曲がりづらくはなるんだけども、なんつうかな、この飛ぶ匂いというか、気配というか、こうそういうのがやっぱなくなってっちゃうんだよね。で、結局その前の 400MAX が受けた理由って重心距離がすごい長くて、あのシャフトからね、時の延長線上のこの距離がすごく長くて、まあ重心振動ものすごく深くて、こう要するに、シャフトの延長線上から見た時にこうすごい遠いところに重心があったわけよ。でそれをなんかこうね、必死にコントロールして飛ばすと、まあ、いわゆるそういったこう本当なら制御しづらいクラブをうまく制御することによって球飛ばすってことができてたんだけど、あの G425 はどっちかって前の 400MAX に比べてちょっと操作性を出してしまったんだよね。操作ができるようになった、優しくね、まあ、完成モーメントを維持されながら操作ができてるようになったことによって、一発のバーンっていう鋭い飛びっていうのがちょっと薄れちゃったところが、まあ、あるわけね。で G410 の方はG410 ね、こちらの方は少しその400の頃の飛ぶ匂いっていうのを少しまだこう残していきながら、完成モーメントは、まあ、ピンの中ではそこそこに、してあるので、まあ、誰でも使えるモデルになった、まあ、飛ぶ匂いもやっぱりしっかりするというところで、まあそうですね、イメージで言うと G425 っていうのは全体的にこう曲がりづらくは当然なってる、完成モーメントは維持できてる。で410の方は400の少し飛ばせるっていう要素を少し維持しながらこううまく推移していったっていうモデルで、一般の方が選ぶときってやっぱり飛んだ飛ばないでどうしても選ぶから、どうしてもその、まあ、ボールスピード飛ばしやすいっていう方法に行きがちなんだけど、まあ、もっとティーショット苦手で負けたくない、優しくゴルフがしたいっていう元々のピンさんのコンセプトっていうのは G425 の方が近いのかなっていう感じです、まあ、その辺が一般の方にどう取られるか、それがまあ問題だったんじゃないかなと思います。以上、G425、G410 の企画でございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。